さあイスラム世界の第三回目今回は西方イスラーム世界という形で地域に地域を限定して歴史を見ていきたいと思いますさあまず今回のポイントはこちらの二点ですこの二点の確認から入りますまずはこちらさあ一点目ですキリスト教徒と混在する地域イスラム教とキリスト教が接触 ある地域ではキリスト教徒とイスラム教徒が混在する世界があるんですねそちらの地域にスポットライトを当てて見ていきますそして2点目ですこちらエジプトの王朝は商売上手という形で莫大な富を獲得した訳について見ていきたいと思いますこのようにこのポイント2点お話をしていこうと思いますので皆さんもしっかり話を聞いて流れをつかんでいきましょう さあポイントの1点目ですキリスト教徒とイスラム教徒が混在する地域について見ていきましょうさあまずは舞台となるのはイベリア半島からマグリブ地方にかけてですこの地域に限定して今から4つの王朝を見ていきますなので皆さんにはその4つの王朝とそれぞれの特徴というのを掴んでいただきますまずは イベリア半島からマグリブがどの辺かなとイメージできてない方もいらっしゃると思うので地図の確認から入りますまず皆さんは地図をご覧くださいさあ今世界地図が出てると思うんですけれどもポイントの一点目で見ていくのはこの範囲ですこの範囲ですどうですかこの範囲イベリア半島からマグリブっていうのは アフリカの西北の地域を呼ぶのでこの辺りですねかつてキリスト教徒が多く住んでいた地域ここの歴史を見ていくわけでございますさあ合計4つの王朝紹介していきますよまずはトップバッターコウ・ウマイア朝という王朝都はコルドバに置かれますこの名前から推測できるようにそうこれあの滅ぼされた ウマイヤ朝の人たちが逃げてきて作ったんですね。なので、抗ウマイヤ朝という王朝がまずトップバッター。で、さらに、今度はその下に、ムラービト朝という王朝が起こるんですね。ムラービト朝は、これ、名前がインパクトありますね。もともと、アフリカの北側に住んでいた民族、ベルベル人と言います。このベルベル人たちが作った王朝が、ムラービト朝というわけです。 コウマイヤ町村人町そしてあと2つ登場しますこちらさあ今度はムアヒドこのムワヒド町は村人を滅ぼしてできた王朝ちなみにこのムワヒドもあのベルベル人の王朝だと言われてるんですねそして最後の王朝となるのがナスル町ですこのナスルは 都をグラナダと言うんですけれどもこのグラナダにですねこちらをご覧くださいどうぞさあアルハンブラ宮殿という形でナスル朝は都のグラナダにこのような宮殿を作ったと言われているんですねなのでナスル朝が都のグラナダに作った宮殿だということを覚えましょうどうですか皆さんイベリア半島からマグリブにかけてまずは 4つの王朝をしっかり順番で覚えていきましょうそれではポイントの2点目ですエジプトの王朝は商売上手そこのエジプトの王朝の商売の仕方というのを見ていきましょうさあ皆さんまずエジプトなんですけれども 大体どの辺かすでにイメージ湧いてる人も湧いてない人もいると思うのでもう一回地図の確認からいきましょう皆さんはそのまま地図をご覧くださいさあ先ほどやったイベリア半島からマグリブがこの辺りだったよね今からやるエジプトはここなのでここですねここはいここ。これが エジプトの王朝、今からこの地域についてどんな王朝ができたのかを見ていきますさあこのエジプトで覚えなきゃいけない王朝は合計3つではその3つをまず紹介していきますこちら見てくださいさあトップバッターまずはバーティマ朝という王朝ですちなみに注意すべきことは ファーティマ朝はこれシーア派の王朝なんですね。いきなりシーア派が出てきたぞ。なんだこれと思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。シーア派というのは、ちょっとイスラムの中でもこだわりの強い人たちなんです。実は彼らは、あの正統カリフの四番目、アリー。アリーとその子孫のみが正統な後継者と認めるんです。ちょっと悪の強い宗派ですね。 なのでイスラム教徒全体を見ても10%ぐらいしかいませんどちらかというと少数派の連中なんですねそのシーア派の人たちが作ったのがファーティマ朝といってアズハル学院というイスラム世界最古の大学を作ったことでも知られるんですさらに続いてこちらさあ今度はサラディンが建国したアイユーブ町という王朝ですこのアイユーブ町はちなみに 中世のヨーロッパ史でも出てくるんですけれども十字軍と戦ったことでも知られる王朝ですそして最後こちらマムルーク朝という王朝ですこのマムルーク長はカーリミー商人を保護したことでも知られるそのカーリミー商人というのがですね船を使った貿易を展開しエジプトに莫大な富をもたらしたと言われてますちなみに カーリミーリ商人はちょうどアイユブ町のの辺りから活躍していたので基本的に彼らがですね中心となってエジプトの財政を支えていたと言われるわけですちなみにこちらをご覧ください彼らが使っていた船の名前ですダウ船って言うんだよカーリミー商人たちが使っていた船をダウ船と言うんだよ三角形の宝を持つ三角形の宝を持つヨットみたいなイメージを持ってくれたらいいかな。 そのダウ船を使って地中海やインド洋で活躍という形でなのでエジプトの莫大な富というのはこの商人たちが海を使ってそして船であっちこっち交易をしてたからもたらされたものだったというわけです。さあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう。 まずはポイントの1点目ですこのポイントの1点目ではイベリア半島からマグリブ地方にかけてのお話合計4つの王朝が登場したと思いますなので4つの王朝今から確認しましょうまずは都をコルドバに置いたコウ・ウマイア朝名前からわかるとおりこのコウ・ウマイア朝というのは あの滅びたウマイヤ朝の一族が逃げてきて作った国なんです。そしてその後登場するのはアフリカ北側に住んでいた先住民ベルベル人です。このベルベル人たちが作ったムラービド朝という王朝。そしてそのムラービド朝を滅ぼしたのも同じベルベル人の国だと言われます。それがムワヒド朝。 そして最後に登場するのは都グラナダにおいてアルハンブラ宮殿を作ったナスル朝という王朝ですどうですかイベリア半島からマグリブ地方と言われたらコウ・ウマイやムラービト・ムアヒド・ナスル朝。まずは順番に覚えていくことですそして2点目がこちら今度はエジプトに話が変わります 地域が変わってますよエジプトに話が変わりますそのエジプトは覚えるべき王朝は3つでしたねまずはシーア派の王朝であるファーティマ朝このシーア派というのはちょっとこだわりの強い宗派だったよね第4代目の正統家に不ありその子孫がね正統な後継者だと主張する連中ですそしてこのファーティマ朝の後 サラディンが作った王朝がアイユーブ帳って言うんですねアイユーブ帳アイユーブ帳サラディンが作った王朝そして最後カーリミー商人を保護するなど莫大な富を抱えていたマムルーク帳これがエジプトの三つの王朝なんですどうですか皆さん王朝がたくさん出てきてめんどくさいって思うかもしれませんが ここは王朝をメインで覚えてあげるところですなのでしっかり地域ごとに王朝を縦に覚えることから始めてみてください